坂木、爆山、1926年2月1日から2010年10月3日は、日本の書家、作家、元大阪市立砂田山小学校教諭であり、1971年より、大阪整形女子短期大学教授。ついで平成に入り5年間、近畿大学文芸学部芸術学科教授を務めた。爆山先生の愛称で知られる。前衛的な書画と、 作品のイメージ通りのひょうひょうとした印象で、宝手像の余イ一のテレビ CM をきっかけに、バラエティ番組などにも多数出演。エッセイなども多数表し、関連書籍も含めると100冊を超える。また、商品のロゴなども多数手掛けている。柴良太郎と長年親交があり、柴の作品、空海の風景に登場した。 京都府相良郡大河原村南大河原にて、小学校の校長の長男として生まれ、三重県長郡古山損部口で育つ。1938年、三重県立上の中学校に入学。同校では、小松永梅園に油絵を佐々木三郎に学ぶ。1943年に同校を卒業し、三重主藩学校に入学。在学中、 学徒出陣で徴兵され、沖縄に派遣される予定だったが、感染がなかったために、鹿児島で足止めされ、そこで敗戦を迎える。敗戦と同時に三重に帰郷し、上校生として、京都大学文学部の石松とむに美学を学ぶ。林村の国民学校に小学校の教員として、勤務。教員時代には、公立学校の教職員組合活動にも参加した、ことがあった。 1946年、奈良国立博物館の第一回焦燥院展を見に行った足で、奈良在住の書家、辻本文雄に入門し、書の道に入る。日本書芸院展に出品した漢詞で、推薦一席を1951年から2年連続で受賞するなど20代の頃から頭角を表す。辻本の死を機に1958年に、 日本書芸員や上田総級の形成会を大会して、初段から退き、以後は独自の世界を展開させた。自分の主催する団体を立ち上げ、多くの弟子を育てた。弟子は、東大寺の歴代の館長や、近畿大学文芸学部講師の騎士霊衆と、木家村真一に、小木の丹幸など。末程には、河合正弘など、大勢いる。 近畿大学文芸学部出身の弟子も多くいる。団体の名称は、三経舎隅蔵店隅の芸術店、幕門店隅蔵店と、幾度かの変更や差し戻しをしている。故郷の伊賀から大阪移住し、大阪府大阪市や八尾市に居住し、作品を作り続けていたが、やがて故郷の伊賀へ戻り、伊賀で作品を作り続けた。50歳を過ぎて、 自然豊かな故郷の伊賀に戻ってからは、山野を歩き、自然に着想を求めた素朴ながにフレーズを添えた独特の諸賀世界を確立した。2010年10月3日、急性心不全のため、奈良県天理市の病院で死去。84歳房打つ。坂木は、リベラルな思想の持ち主であり、日展の保守的体質には批判的であった。ジャンミッシ,シェルジャールの 次回を愛聴し、ジャンの曲には、強くと幻想が入り乱れ、私の脳髄の吐息を、柔らげてくれたとも語っている。タレントから書家に転じた、越前屋氷太の書家としての号氷越山は坂木、にあやかって命名されている。孫の坂木、王のはじめは、伊賀市の伊賀青年会議所で、地域革新委員長を務め、同志のマスコットキャラクター、伊賀グリオをデザインした。 ありがとうございます。